4月の9日、今朝8時です。今日の天気はね、快晴です。快晴、いい感じで、晴れてます。雲もね、ほとんどない。山見えますかね、一番奥、電柱のところ。山もね、すっきりね、見えてます。そんな感じ、いい感じです。ただいまの気温、温度計今度こっちになりました。8度、あります。あれから1週間ですね、どんな感じに変化したか、お伝えしていきたいと思います。若干模様替え、前回動画流してますけども、模様替えの方を完了しまして、花の方もね、すべて配置終わりました。まあ、これからまあ徐々にね、また少しずつ配置を変えながら、いきたいと思います。まずパキフィズムさんたち、植え替えの方しました。やっぱりね、もう土がね、土でないような感じの状態になってました。カピカピになって、なんて言ったらいいんだろう、どんな表現したらいいのかな。スポンジがもうすっかり乾いたような、そんな感じ、土ではないような、そんな感じになってました。植え替えしてよかったです。あんなにね、パキフィズムさんもね、花を咲かせたりして、結構ね、よかったんですけど、徐々におかしいなと思ったら、やっぱりそんな状態でしたね。なんとかね、植え替えしてね、また、こんな感じでね、増えてくれるといいんですけども、今はこれしかないんで、ちょっと本当にね、限界、やばいところ、ギリギリでしたね。それと、花づるそうさんはね、下の方の葉っぱがね、大きくなってます。いい感じで。あと、こんなところにもね、ちっちゃいのが出てますし、ここら辺にも出て、あ、ここにも出てるね、小さいのが。なんでね、徐々にね、増えてくるのかなと思ってます。カーネーション4世さん、こっちの方はね、こんな感じで育ってまして、唯一ね、ここだけちょっと花つぼみがついてますけども、入ってるような感じなんで、いい感じで、探してくれるのかなと思ってます。3世さん、カーネーション3世さんの方はまだつぼみらしいのはね、全くありません。夏から秋にかけて咲きますからね、いつもね。まだまだ先なのかなと思ってます。それと椿の王将くんさん、これがね、前回、もう咲きますね、来週なって言ったらね、2日後に咲いちゃいました。結構ね、今何輪咲いてるかな、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9輪咲きまして、もう1輪ね、散り始めてます。これだね、これ。これがもう散り始めてます。あと、これもね、多分もう、これも散ると思います。これも。これが一番最初。これ2番目に咲いたやつ。なんでね、間もなく散り始めるのかなと思ってます。約1週間ぐらいだね。1週間咲き続けて、その後はね、こんな感じで。ポタポタね、ちっちゃいます。これ、こんな感じです。それと、まずこちら、立木のバラさん、毎回ね、この場所に置いてまして、今回もね、この場所に、戻してます。ホットショット3世さん、いい感じで葉っぱがね、どんどん出てきてます。本当はね、多分もう植え替えしないとないかもしれない。ちょっと、どうしようかなと思って、このまま置いてますけども、もう植え替えしないとないのかな。あとはホットショットの4世さん、これ2鉢だね。これもね、いい感じでね、葉っぱの方出てます。ね、綺麗な葉っぱ出てるね。こんな感じで育ってます。その隣が、薄いピンクのバラひろこさん、3世さん。こっちの方もね、ちょっとね、やっぱ遅いね、これね。
うん、他のバラと比べるとちょっと遅いんですけどもね、こんな感じで、新しい芽出し始めてます。下の2世さんの方もね、やっぱりね、まだあまり出てない、そんな感じです。それとロマンティックアンティークの、3世さんかな、3世さんの方が2鉢、ここにありますけども、これもこんな感じでいい葉っぱが、出始まってます。それと2世さん、2世さんの方はこれがね、後で出た枝なんだけども、後で出た枝の方にだけ葉っぱついてます。古い方の枝についた葉っぱはね、まだほんとちょびっとしか出てないけど、やっぱり、これはもう世代交代なのかもしれないね。そんな感じがします。と、くちなしの花さんが一番端に、来てます。くちなしの花さん、つぼみはね、なんかありそうでないような、そんな感じですかね。あ、つぼみかな、これ。あ、これつぼみだね、これ。ほら、中心つぼみついてます。もうそろそろね、つぼみついてもいいかなと思って見てたんだけど、あ、やっぱりつぼみだね。まあ、なんとかね、咲かしてくれるとありがたいです。あとは一番本当に端、前からここにあります、オーベンケイソウさんもね、葉っぱの方が12、3、2センチぐらい、まだね、伸びてます。それとね、それとクレマチスさん、5鉢、こっちにあります。一番手前にあるのが、プリンセスダイアナさん。だいたい何センチ、70センチ、80センチぐらいまで、伸びたかな。こんな感じで、80センチぐらいまで伸びてね、こっちから取ろうか。ね、ほら、80センチぐらいまで伸びてるよ。すごいね。と、ローグチさんをね、隣に置きました。ローグチさん、ちょっと台がね、低いかもしれないな。ちょっとね、何かの鉢を下に置いて、ちょっとね、台をちょっと高くしようかな。あと10センチぐらい必要だよね。なんかそんな感じ。それと、テッセンさんは20センチちょっとぐらい、24、5センチかな、伸びてます。それと、クリスパさん。クリスパさんの方はね、40センチぐらいまで、これがクリスパさんです。伸びてます。一番端になるのが白前さん。白前さんもね、50センチぐらい伸びてますけど、ちょっとね、手前の方に置いてあるんで、つるがね、あ、ここか。こんな感じになってますね。あんまり陰に入れたくないけど、こんな感じです。最後に、クリスマスローズさんです。前回お話しした通り、こんな感じでラックの方をね、作りまして、今クリスマスローズさん乗せてます。で、一番下にあるのがね、今年、2月頃から、芽が出始まりました。これ、うちの種です。うちのクリスマスローズさんの種、多分シングルだったかな。ちょっとね、どれがどれだかもう分かんなくなってるんで 花が咲いたらね、決定しようかなと思ってますけども、ここにある鉢、すべて、うちのクリスマスローズの種です。それと、知り合いからですね、譲ってもらいました。クリスマスローズ、なんかダブルとか言ってましたけども、わかりませんが、ここにあるクリスマスローズ、これ全部同じやつになりますが、新しい、今年出た芽になるそうです。これもね、どういうふうになるか、何が咲くのか、わかりませんので、咲き始まりましたら、お伝えしていきたいかなと。まあ、あと3年先 3年先、長えな。
長いね。ちょっと3年経たないとね、咲き始まらないっていう。すごい長いです。それと、さしきのばらさん、いい感じでね、葉っぱの方が増えてますね。やっぱ春だよね。すごいっすよ、ほら。いい感じでね、葉っぱの方が、ね、出てます。さしきのばらさん。21年の何月だっけ、これ、鉢上げしたの。9月か。9月にね、鉢上げしたバラさんです。いい感じでね、葉っぱ出てます。それと、クリスマスローズさん、5月に挿し木した、クリスマスローズさんがこれです、真ん中。こんな感じで、いい葉っぱがね、出てるよね。うん。それと、9月に挿し木した、クリスマスローズさん。これね、ちょっとね、根っこ掘り返したっていうか、ちょっと土をどけたらね、なんか下の方にね、芽はあったんだけど、まだね、全然上がってきてくれるようなね、なんかそんな感じではないんですけども、芽はありました。うん。根っこが出てるかどうかは確認取れませんでしたけども、根はありましたね。それと、2022年、今年、1年苗を買いました。まあ、ということは2年目ということですよね。2年目でね、やっぱりこのぐらいなんだよね。これが今年出たやつ、来年になったらこのぐらいまでしか、ね、伸びないんだよね。なんか本当に気の長い話になっちゃうんですけども。こんな感じの、育ち方をします。これちょっとあんまり葉っぱ良くないからこれ切っちゃおうか。これだね。なんかあんまり良くないから切っちゃおう。そんな感じでしょうかね。あとはいいかな。まあこれは大したあれじゃないからいいか。これがね、今年2年目になる、クリスマスローズさんです。何が咲くか、何色の花が咲くか分かりません。これもちょっとね、楽しみです。ということは、まあ、来年2年目だから、来年再来年か咲くの。なかなか難しいね、再来年。それに、ここにある、18、これの方はね、業者の方、花屋さん、の方から買いました。クリスマスローズ、今年買いました2年の苗、2年の苗だね。だから今年3年目という形になります。3年目でこれです。このぐらい。3年目でね、このぐらいなんですよ。これ来年はね、多分咲くと思います。来年はね、咲いてくれるんじゃないかなと思ってますけども、3年目でこんな感じ。3年目に入ってたね。こんな感じです。なかなかね、すごいね。これが今年。で、1年経ってこれ。で、2年経ってこれっていうことだよね。3年目にやっぱりなんかうまくすれば咲いてくれるのかな。ということでね、これがね、3年目か。これごめん、4年目だ。21年に2年目だから、4年目に入ってこれ。なかなかね、すごいね。4年目の春に咲いてくれる。でも、ということは、これが2年目だからな。2年、3年目のだから、やっぱり4年目は来年咲いてくれるかもしれないね。来年咲くかも。そういうことだよね。4年目に咲くかもね。ちょっとね、私もね、気づいたんだけど、花の種類って言ったらいいのかな。花の種類によってね、葉っぱの形がね、ちょっと違う。なんかそんな感じがする。
だそれでも分かるかもね、違うかどうかっていうのが。これはね、名前がついてるからまだなんとかね、こんな花っていうのは分かるんだけど、この名前のないやつ、うん、はね、葉っぱの形見たらね、ちょっとこれとこれは違うなみたいな、そんな感じがね、見て取れるね。うん、葉っぱの形が違う。うん、それでちょっとある程度はね、これとこれは違うなっていうのぐらいはね、わかりますね。うん、本当だ。じゃあこちらの方、今年、咲いてくれた、4年目に入って咲いてくれたっていうことだよね。クリスマスローズさん、ピンクブロッチさん、こっちの方もね、咲き続けてまして、もうそろそろね、ポロポロと、もうこれ落ちたね、これはね、ちょっと剪定します。前回言った通りね、ここにつぼみはないかな、ここに普通はね、つぼみつくんだけど、これないね。これはないから、ここから切っちゃいましょうか。こんな感じで。ね。で、ちょっとね、花見ていきます。もう終わった花。こっちにもあるんじゃない？これまだ？大丈夫？ああ、もう落ちたね、これね。これ、はい。ここにつぼみあります、ほら。ね。付け根の。どこからまた一本こう、これつぼみですよ、真ん中のやつ。ということで、このつぼみはね、落とさないように花首だけ切っちゃいます。こんな感じです。こんな感じで今2つ切りました。あとはないかな。あとはまあ次回だね。はい。それとその隣がピンク、ダブルピンク、イトピコティさん。こっちの方もね、前から咲いてまして、これもね、結構落ちたね、やっぱりね。うん、落ちたけども、まだいいか。まだちょっと花を剪定しなくてもいいかな。これは一番端。ああ、これは綺麗に咲いてる。ほら。ね。ということでね、一つ。こっちは落とさないでいいね。うん。あとその隣がなんだっけ、ダブルアプリコットさん。こっちの方もね、前回から咲いてたんで多分、ああ、これだね。うん。これはね、つぼみあるかな、なんからしいのがあるな。ということでね、この花首から切っちゃいます。わ、ちょっとね、よし、こんな感じ。それと、なんかまだある？終わったやつ。ちっちゃいね、このね、かわいいね、小さくて。あとはね、ないね。うん、こんな感じかな。それと、ダブルイエローさん。こっちは？ああ、もうこれもポロポロ落ち始まったな。落ち始まったけども、まだそんな感じじゃないから。これはね、今日花摘みしません。こう花の上のね、上にほら、ね、つぼみ、大きくなってきてますよね。うん、こんな感じで咲いてくれてます。隣がダブルホワイトさん。ね、一つだけ咲いてくれたね。よかったです。これ、つぼみ、ちっちゃいのが。まあ、今日はね、花摘みしません。来週にします。ダブルピコティさん、こっちの方もね、前回から咲いてくれてたんですけども、まだ、ポロポロとね、額が落ちてないんで、これの方もね、次回にします。あとは、ダブルレッドさん、これも前回から咲いてたな、確か。ああ、これ、うん、もう終わりだね。これだけ花摘みします。これだね。これも花首から。こんな感じで。あとはないからいいかな。うん。あとはつぼみがね、何個かついてますんで。
また開いてくれるのを楽しみにしています。それと、これが何だっけ、あ、これは去年おととしに3年苗を買いまして、去年咲かないで今年ようやく咲いてくれたというふうな、これもダブルイエローさんですね。葉っぱがねもう多くなってます。もう結構ね何度かもう花を剪定してまして、後ろの方の花枝はもう切っちゃったのね。今ある花枝が2本、この今咲いてるのと、あとここにあるつぼみのやつ、これでね今年は終わりです。まもなくね剪定という感じになります。あとはダブルクイーン、ダブルレッドさん、こっちの方も前回から咲いてくれてまして、あ、これもう終わりだな。まあ、これも花首からです。つぼみね、この上に、ここについてるからね。これ。こんな感じで花首だけ切ります。あとは、これはまだ。あ、これも終わりだ。これも終わっちゃってますね。これはもう、あれかな？ああ、これ2番花が。1番花こっちでこう剪定しますね。これ。これ剪定して、これが2番花ですね。ということで、2番花が終わったら、もうあとはやらないんで、下から切っちゃいます。こんな感じ。はい。これでいいかなと思います。まだちっちゃいつぼみがね、これついてるからね、こんなにね。ね。まだもうちょっと楽しめると思います。その隣が、シングルピンクピコティさん。こっちはね葉っぱ充実して、まあ今年はね咲きませんでしたけども、来年はね多分咲いてくれると思います。いい感じです。あと同じくシングルピンクピコティさん、こっちは前回咲き終わりまして、花枝も全部こんな感じで剪定し終わりまして、今もう新しい葉っぱがこう出始まってます。この後ろからもねいい感じで出始まってます。また来年ね、お願いしたいと思います。多分来年は、うまくいけばね、クリスマス頃、には咲いてくれると思います。いつも一番最初に咲いてくれる花がこのシングルピンクピコティさん、この2つのね、こちらになります。それとシングルレッドピコティさん、これは復活したやつだね、これね。ここまで大きくなって育ってくれてます。ありがたいです。あと後ろ、これも同じシングルレッドピコティさん、これは前回ね花枝みたいなのがあったんだけどね、ちょっとねあんまり、元気よくなかったんで花枝も切っちゃいました。今年は花を咲かないで、花を咲かせないで、来年持ち越しという形になります。あとは、一番最後にシングルピンクスポットピコティさん、こっちの方がね、ダメージ受けたやつ、本当復活したやつですね、これもね、今葉っぱがねこのぐらいのいい葉っぱが、昔のもともとの葉っぱの大きさのやつがね、出てます。1枚と下から、こんな感じでまた出てきてますんで、なんとかね、本当にこれもね夏を乗り越えて大きく育って復活してもらいたいと思います。1週間でね、こんな感じに変わりまして、そのご報告できて、本当に嬉しいです。まあね模様替えしたんでね、本当にねすっきりしていい感じになったと思います。こっちから見てこんな感じ、なかなかね、すっきりしていい感じになったと思います。あと画像の方ね、何枚かありますので、そちらの方をお送りします。今回もご視聴ありがとうございました。まだね、朝8時で太陽がね、こちらの方まで来てないんで、ちょっと肌寒い感じがしますけども、でも暖かくなったね。